ゃぐち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 ゃ。死人はなし。3秒前には死んでました。ん、脇を出しましょう。キッチン高田七子。キッチン高田七子。左から行こう。エンジン宿舎メインホール名屋富士宮畑坂。はいはい。赤身ね。アーカイブ、僕がアーカイブ。で、貨物がアルプテトス。はい。あ、貨物さん。あ、宿舎です、宿舎。あ、宿舎、ああ。エンジンがいない。エンジンいない。3秒前って、停電開けたぐらい、それとも。開けてからですね。開けた、僕、ちょっと気になることがあるんだけど、停電直したらなんか下げられました。あ、なんか。じゃない多分。はい、はい、はい。私です。あん、私です。私が展望で勝っちゃってます。あ、これってなんで宿舎脇でこんなボタン遅かったんですか。これは僕がダウンロードのタスクをやってしまったからです。まあ別にそれは通れてない。ダウンロードしてからボタン押したんだったら全然。あ、まあまあダウンロードしてからだったら通るけど、ね、うん、停電直ってから僕ラウンジまで行けてるから、貨物金庫から。藤宮って最後どこにいる。ラウンジでサントスさんとすれ違って終わり。あ、そう、見てはいる、うん。タオルタスクはやってないよね、藤宮ね。あ、やったやった。やったの？かなり上目で。終わった？終わった。ほう。ああ、わかりました。へえ。タマキって誰？アーカイブ僕。アーカイブといない宿舎も、あ、アーカイブと宿舎がタマキでエンジンがいない。エンジンがいないのか。ただ僕の場合勝ち合ってる情報が真なので、キルとした証拠儀右の梯子下とかじゃないと多分成立しないと思う。うんうん。これプテトスってどこ行きました？私ラウンジ配線まで。ああ、そうか、サンタさん。今、藤宮に、あ、藤宮最終位置、アーカイブラウンジって言ってるよね。そうそうそう。僕がアーカイブで一応本タスクをやってるけど、藤宮は見てないから。まあ、でもラウンジでサンタさんとすれ違ってる。私は見、まあ、うん、藤宮で多分、停電中に行ってると思う。停電になる前に藤宮があのアーカイブに入りながらタオルタスクしてるのを見てて、そうそう、で、多分いなかったの、停電が明けたといなかったからどこ行ったのかなって思ったんだけど、まあ、多分停電中にラウンジの、どこにいるの、藤宮って最後ラウンジの。ラウンジのトイレから左。左から一番左のトイレの下。あ、まあめちゃくちゃ、まあ、普通に早かったかなと思うけど、まあでもできないと思う。まあそう、めちゃめちゃスムーズ、うん、できなそうではあるけど、でも実行犯だったとしても本当の人格メスだよね。うんうんうんうガチョーン。ほい、ナイボー。はい、まあできないと思いますよ、藤宮は。まあできないと思う。アーカイブ脇じゃないと無理。うん、メイン脇じゃないと。メイン脇は俺と3人。そう、俺と藤宮と畑坂。畑坂は左側、まあエレキとかメインの左とか。僕はエレキ。さんが貨物だっけ。私とプティさんとアルマさんが貨物、うんうん、イエス。これでキッチン3人とメイン3人って白で。キッチン2人だよ。高田な。あ、キッチン2人と。高田な子。藤宮してんで多分俺が無理にはなると思う。まあそうね、気持ちむずそう。エンジン脇でシャワーに来てない限りはむずいと思う。これメインってもう一人だよ、しょっけ。畑坂。畑坂。畑坂は白出ない。出ない。エレキでバイタル見ただけ。だから高田なは7個に俺が白出せるけど、7個からは一瞬俺が多分見切れてるはずだから、ゴミ抜きの間に。まあエンジン脇で武器庫に来てた場合はキルができちゃうかもなっていう。まあ全然あると思います。ただ停電の治ってからは俺はあの展望デッキで7個と一緒にいるから本当に一瞬しかキル隙がないです。もし俺がやってる場合は、ね、まあ別のまでも一緒だから、うん、そう別の理由で剣士は疑っているけれども、うん、あんま難しいかなと思ってるけど、
別の理由で疑っているけど。やめてください、怖いよ。なんだろうな。いや、マットちゃうかなと思ってんだよね、多分。バイタルをハタサコ見てることから、おまおじがエンジン分けだったとしたら、メイン、エレキとかいう行動してない限り、ハタサコは無理そうなんですね。そうですね。なんか、メタタカとか。うん。シンプルに言ったら。うん。まあ、シンプルにそこらへんよね。俺、マット要素って多分あれか。俺がだから、ゴミ抜き行ったからだろうな、おそらく。いや、違うね。え、なんだ俺がバーガーを、今回の俺のバーガーのやつ、みんなに語るけど、パン玉肉草、パン。やって、知らねえよ。いや、やってね、やってね、やって、パン玉、あれパン玉、できねえ。あ、玉ねぎか。あれ、できねえ。あ、草じゃねえや、トマトだ入れ直して、パンって積んで、で、終わった時点で、まだケージバーガー作ってんだよ。おかしいと思って。おかしい。いミスあんじゃないですか。うん、そう同じくね。ミスもあるし、俺はミスってない。ちなみに。ないならおかしい。ちなみに俺はミスってない。ってないならおかしい。ああ、そっか。で、切られてないからマットっていう。マットかなって思った。あれ、それって初手ターン？初手ターン。俺と奈良子がキッチン脇そのままバーガー行って、多分俺の方がちょっと遅かったから。乗った。ちなみに俺も乗りました。本に入れてないやん、じゃあ。俺と藤宮の2票だね。乗ったらなんだっていう話よ。いやー、ななこさん、え、合ってますよ。高田さんでした。違います、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 やめてください、違います、本当です、信じてください。いやー、じゃあびっくりした。違います、エレキです。死体の方から来る高田さんとすれ違って発見なんで、インポスターでいいと思います。よし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 、もう1キルは誰だっけ、おまおじの方、あ、違う、めんやさんだ、おまつさん、めんやさん、バイタル直したときにプッてトスメタかな、開いたはず。ああ、ごめんなさい。メイヤさんの死にあるから、後ろ側、あ、いた。先に位置聞きたい。ああ、いい、いい。貨物です。浮いてます。ゴリゴリ。はい、席です。バイタルに最後に入ってきた人誰ですか？バイタル？コミサボじゃない？コミサボじゃない？ずっと、コミでしょ？コミサボに。どっちだろう、僕かサントスさん、どっちだろう、一番初めは私だよ。で、あ、じゃあ僕だ、一番初め入ってコミダウンロードしてます、私が押さず。ああ、そうなんだ、ね、知らんかった。で、赤目田さんが入ってき、大阪入ってきて、プテハタの順は分からん。いや、僕がラストですね、これ赤目さんがラスト、ラスト、赤目さんが、まあ、結構赤目田さんあるかなと思います。目屋さんは展望デッキいた。あ、僕はエンジンの配線から行ってるよ。ハタさん、サントスさんを左下に残してとは言っておきますね。まあ、それは割と前だから分かんないですよ、うん、あ、分かんない、はいはいはい。あ、いや、なんなら、うん、ハタサコプテハシで、武器庫から行ってるじゃないですか。あ、じゃあキッチンから行ってるでしょ、一緒に行ってる、うんうんうん、で、その時に、僕の方が若干後ろだったんだけど、その時にメアさんゴミ抜きしてるから、もうめちゃくちゃ近いと思う、もうコミュ付近。あ、そうなんだ。武器、なんなら向かってきてるぐらいだと思うから、武器庫ぐらいかなと思って先位置聞きたかった。うんうん、違和感ないです。僕もコックピットに向かう麺屋さんを見てるから、まあ付近かなとは思う。でもこれ剣士釣り 100% だと思うんだが、あのマットだった時だけ普通にボロ化けになる可能性があるんで。まあ一応高田、マット、藤宮、インポスターが若干はあるかもしれない。でも初手って高田さんじゃなさそうなんでしょ。僕初手赤目田だと思ってたから、まあ、高田赤目田ぐらいの勢いじゃないですか。じゃあ赤目田とのローラーで大丈夫ですよ、全然。俺は高目田じゃない、高目田、うん、それすればね。いやいや、僕はもうボタンないわ、うん、ボタンいきます、まあ、ボタンいきまーす。ダメです、行かないで。うん、また踊らされてしまった、若者の手のひらで。うん。ななこさん若いか。
て藤宮くんがほらなんか奈々子さんに、あ、一瞬奈々子さんって言ったからね。確かに僕も一瞬マットかと思った。藤宮君、さっき俺がめちゃくちゃ言うたから怒ってたんか知らんけど、もう俺のことおまおじい言うててん。もう見下されてるよ。ナイスナイスナイス、うん、なし。インポスター、うんと、メイヤさんってそのプテさん、ハタさん以外からって見られてます一応。はいはいはい、どうしようかな。うんと、実施点だとコミの中にサントス、プテハシ、ハタサコを置いてるので、どっちにしろ三人街とかじゃないとキルは難しそうなので、僕は釣り飲みます。だから浮いてる武雄さんとかになるのかな、貨物側で太鼓にあげるとしたら、うん、武雄さんってマジで誰にも見られてない感じです。誰にも会ってない。右側あのターン誰もいなかったんじゃない。これ七富士を弾いてるのはさっきの高田さんのベースに。あ、そうそうそう、そう、あれも、道連れもなかったから、とりあえずインポスターのはいいからって感じで。マジで誰もいなかったよ。自体発見はどこだったんだっけ。エレキで石油に七富さんを置いた状態でエレキでレバーを4個くらいしてって発見だから、まあ武器庫まではむずいかな、七富さんどっちにしろ。まあだから、じゃあまあ赤メタ竹雄のかな、順で釣ればいいんじゃないそうね、初手も含めて赤メタさんは、うん、いや、やっぱおかしいと思ったんだよ俺だってね。あの本当俺はね、もうみんなに聞いて、俺職人みたいな時間かけてバーガー作ってたの。本当に時間 でかいバーガー作ってたの本当さ。なんか職人の方が早いっす。終わるわけ、あ、そうね。そう、職人のわけ、そんなわけがないと思って、いつまでこいつはバーガー作ってんの。めっちゃ言うやんこいつ。下入りすごいな。はい、じゃあ竹雄さんまでお願いします。めっちゃバカにされた。いいんすか、あんな言われて。嬉しそうやな。あー、泣いちゃった。泣くな男だろ。泣くな。さん泣いちゃダメっすよ。泣くな。いくつっすか。おじさんだろ。38になります、今年。そら泣いちゃダメっす。泣いちゃダメだな、確かにな。38のおじさんが38のゲームで泣くはちょっと痛い。しかも感動とかじゃなくて、うん、そう、ちょっと悪く言われて泣く。そんな言わねえっていう意味の。やばいやつだよ。なんでそんな言うって。38。一生懸命やってんのに。30年遅いよそれ。30年前やったら許されるけど。だいぶやばい。あ、これまずいんじゃない？あれ、ボタンないの？あ、これあるよ。これある。これほんまにある。あ、2キル入るだろ。あ、2キル入るぞ。お？お？ほんまに、おほやんこれ。あ、これ2キル入るわ。おほー。おほーやんこれ。おほキル。いや、これ絶対降りちゃダメ。鋼の武士でな。降りたいけど降りちゃダメ。俺みたいに降りたらあかんぞ。おほーか。おほー。おほー。嘘やん。プテだったわ。いやいやいや、違います。竹尾さん、これ割りやん。マジ？待って、畑さん直してる。サントス竹尾じゃないんだったら、竹尾さんに入れましょう、これ。ポカプテさんに入れますよ。まあ、タスクは無理なので、マットが生きてないことに。かけて竹尾、竹尾さん釣りになるかな。ハタプテだった場合はどうせ二人が生きてて負けたから、竹尾さんに入れるしかないかな。竹尾さんボタンのところに最初からいたんで。あ、そうなんだ。じゃあスキップ入れますよ。そっちね。じゃあスキップ入れますか。スキップね、はい、スキップね、スキップね。みんなボタンなかったの、ね、あれ。私ない、私ない。佐々木をしてる。七子どういう気分だ。聞いてるか展開で。マジか。お前は負けるんだ。高田さんを釣って、なんか喜んでたな。最近にしたな。ザコがだな、こわ。なるほど。期待発見のつもりで右行っちゃった。高田さん、やったよ。ありがとう。弁当います。どういう気分だ、ダラコさん。
何やってんだお前に。終わんなかったら鬼気なってるのに、なんで鬼気をボタン上に残してお前右行くんだよ。俺はボタンいたっつーの、ほんとにボタン待機だっつーの。なんで鬼気を、鬼気で終わんなかったら鬼気って話になってたやんけ、ハトさん。人のバーガータスクを批判してるくらいだったのだ。ぐちゃぐちゃだな。ちょっと待って、ひでーよ。ナイス。じゃあサントさん、はい、ちょっとシェリフが怖かったから PP、 ね、あのね、ちょっとあのなるべく僕釣りの流れしたかったけど。ナイスナイス。やばすぎだろ、ね、かい。いや、参りました。あれでも、メンソってハタさんここからも死人情報出てなかったっけ。あ、一応でもね、うん、位置は違うんですよね。あ、違うんだ。はいじぃ、はいじぃ、クルーの負けですよ。本当に負けましたよ。歯茎出しよってよ。バーガーは合ってたじゃねえか。バーガーは合ってるけど俺らの勝ちだからね。バーガー合ってんじゃねえか。だけ時間かけてバーガー作ってんだよ。俺たちによ。パン玉肉くさ、パン玉肉くさ。かしいんだよ、そんだけ時間かけやがってバーガー作るのに。中川さん釣った後もなんか一回嬉しそうに言ってた。いやいや、ミヤちゃんだけは正しい、ミヤちゃんだけは正しかった、正しかった、マジで。これね、見直してミーティング行って、中川さん、俺も入れてましたよ。変なよ。いや、ミヤ君もさすがだった。そうです。後の来るは前半戦、前半戦。